それでは今日届いた季節のリポートをご紹介します。こちら先週いただいたリポートですか。まずは東京都都内ですか、清瀬市からのリポートです。今年もデニムを立たせるとオーバーオールに挑戦。くにゃりくにゃりですよね。裾の水分が足りずしゃっきり立ちませんでした。水加減が難しい。絶好の寒さだったのに再挑戦しようということです。これ先週だったそうです。この方実は今朝も挑戦したそうです。待って、都内でこのデニムを立たせるのってできるんですか。私北海道だけかと思ってました。じゃあ今日のチャレンジ見ますか。こちらです。本日25日、あれ、立ってる、嘘、本当、中に誰かいるんじゃないの。同じく清瀬市の方ですよね、ともひめさん。今日は独り立ちしました。オーバーオール見事に凍らせましたということで。本当、いや関東もね寒かったです。東京都心でも今日はマイナス 1.1 度まで下がった朝だったんですけれども、北海道でしかできないことかと思ってました。独り立ち確かにしてますね。先週はねもうよちよちすらできなかったの。そうね、先週は壁にこうもたれかかっているのが、立てたの、愛を立ったの。袖まくって、あ、ちょっと安定感をね出してるのかな。でもびっくり、デニム凍るなんて。そうか、あの公園ですかね、あ、霜も降りてるような様子が伺えます。それぐらい寒かったということですね。東京都からのリポートでしたね。あんよ立ったのってね、立ちできたのじゃ今度ね歩こうかって一緒に歩こうねって、タンタンとか言いません、靴下のこと、タンタン履こうね、靴のことクク履こうねって。あれ言わない。なんだそれ。いやこう赤ちゃんを前にするとね、最近あのそう友人の子供に会ってきたんですよ。もう可愛くてついもう言葉が赤ちゃん語になって、タンタン履いてんの言わないですか、靴下のことタンタン。そろそろ終わりますか。はい、ここまで寒さリポートですね、季節のリポートをご紹介していきました。明日の朝も冷えそうですので皆さん暖かくしてお過ごしください。時刻22時から番組を再開します。